見える開花丸々。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日もですね、公式 LINE ご登録者の方からご質問いただいたところを回答させていただきます。皆さん、日々日々ですね、ご覧いただきまして、本当にありがとうございます。公式 LINE にもですね、たくさんの感想とともに、ご質問とかですね、いただいており、非常にありがたく思っております。で、本当に今、対応できるのが、10個に1個とか20個に1個ぐらいになってしまいましてですね。で、ぜひ、検索、YouTube で検索していただいて、開花とかですね、村松大輔お金とか、村松大輔健康とか、開花、親子関係みたいなところ、社員との関係みたいなので、検索していただければ、かつての動画が出てくるかと思いますので、ぜひそうやって見ていただければと思います。で、本日はですね、お金に対して人につい依存してしまうと。で、そのところ卒業したい。これは本当にね、大きな問題ですね。私も十何年か前にそれすごくありましてですね。で、もう足んない足んないどうしようという状況だったんですけども、そのところいかに自分自身を切り替えていければいいかと。で、どんな周波数で存在すればいいかというところの話に入ります。では、画面の共有です。お金で人への依存から卒業するということのたった一つの言葉がけというところでご質問いただきました。H さんからのご質問です。村松さんの本や YouTube をいつも拝見させていただいております。ありがとうございます。で、先日も YouTube の動画でお金のことで近所の方から依存されている方のお話があり、とても参考になりました。お恥ずかしい話ですが、私はお金のことで人に依存してしまっているところがあります。もういい加減お金のことは卒業したいし、頭では自立したいと思っています。どんな心持ちで過ごしたらいいのでしょうか。ご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということでですね。で、このところ、私自身もですね、この10年ちょっと前に、この塾を立ち上げた時にですね、新規事業を立ち上げ、まあ、個人事業主だったんですけども、新規事業を立ち上げというところで借り入れを起こしてですね、で、日々の生活もしつつ、お仕事でどんどん回していくんですけども、やっぱり月々いくら以上上げなきゃいけないっていうところで、で、つい足んない足んないどうしよう、もっと頑張んなきゃみたいなところからですね、つい妻に依存しちゃうんですね。妻はもうママももっと頑張ってよみたいな感じに、ママももっと、ね、稼いでよ的な感じに非常にまあ男としてちょっとどうなのかなというレベルだったんですね。で、それで1年ちょっと経ってですね、本当にうまくいかなくなってですね、どうしようと思った時に、完全に自分は人に依存してたのと、自分ができないから周りに頼るみたいな感じにめっちゃなってたんですね。で、どういうふうに切り替えていったかといったら、本当に自分でやるっていう、自分の価値可能性を生かすっていうことだったんですね。で、言葉がけをですね、紹介させていただくんですが、経済的に自立する言葉がけなんですが、これをですね、日々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 何か困った時か発想がですね、やっぱりお金どうしようってなった時に、もう言葉の周波数でですね、思いは、心境はどうでも言葉の周波数でいくのが何かというと、私は私を生かします。私は私を生かします。です。で、これですね、ちょっと実験したいんですけども、ぜひ皆さんですね、力の強さがどんだけ違うかで確認したいんですけども、指をですね、輪っかにして、人差し指でも中指でも力がちょうどいいところがあるんですけども、私薬指がいいんですけど、これで、ここにギューって強く押すんですね。こうじゃなくてこうですよ。で、もう一本の指一本指にしてですね、このギューって強く押したやつとか、指で弾いて切ってみるんですね。どれぐらい力入るかなと。で、その後でですね、最初の言葉がけは、お金どうしよう、お金どうしようか、お金から私は自立します。お金から私は自立します。お金から私は自立しますっていうふうに、お金から私は自立、あ、お金、お金の、ごめんなさいね。お金の依存から卒業します。お金の依存から卒業します。お金の依存から卒業しますって3回言ってもらって、指の力を感じます。こうですね。で、次にさっきの言葉ですね。こちらですね。私は私を生かします。私は私を生かします。私は私を生かします。ってやって、やめなちゃう、感じると、めちゃめちゃ強いんですね。これ、周波数が全然違って、お金の依存から卒業しますだと、依存っていう周波数も意識しちゃうので、依存から卒業するっていう、
ところになってしまうんですけど、そう、依存があって、依存の周波数が卒業するっていう周波数にこうなるんですけども、私を生かしますと、もう最初からずっとここにいる、高い側にいるんですね。なので、私は私を生かします。私は私を生かしますってことを、お金どうしようかなって思っても OK で、私は私を生かしますっていう根源側、自分を生かすということの言葉がけをし、で、日々の選択をするときに私を生かすにはどっちかなっていう選択をしていくんですね。いうふうにやっていっていただければ、この自立した人たちだらけの、地球になっていくので、本当にこうね、いい状態になっていくと思います。ぜひ何か困ったとき、やばいどうしようってなったときに、私は私を生かします。っていう言葉書きをすること、プラスそういう選択肢を選んでいく、私を生かす選択肢かなというふうにやっていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。